できる？父ちゃんやろうか。じゃあ今度こっちやろうね。あと次はね、そっち側やって最後の一個やる？かなりゆっくりじゃない？OK。 みんなで広げましょうか。僕はこれを持って向こう行ってくれる？そう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 、いるぞ。今回はですね、ヒルストーンさんから、コットもですね、ご提供いただいてます、こちらのコットね、ちょっと組み立てていってみましょうか。コットはですね、本体シートとポール、それとサイドポール、そして足という作りになってます。以前ご紹介したようなね、コットと同じような感じなのかなと思いますが、まあまあちょっとやってみましょうかね。まずこれが足、でこちらがポールですね。よいしょ。よいしょ。ちょっと力がいるなこれ。よいしょ。ちなみにね、これがローバージョンです。ローバージョンだとこんな感じで当てて。ちなみにハイバージョンにするとこんな感じです。OK。よいしょと。そう、じゃあそこにね、木用の手袋があるから、そう、何をやるかっていうと、今度はね、これこのちっちゃい木を入れていこう。父ちゃんもやったよ。やった？じゃあこの中に入れようや。入れるよ。うん。ストーブの中？そうそう。入れたよ。なんでこの上にやらにゃいけないの？この下にちっちゃく燃えるやつが入っとるけ、もう一個入れようか。あんまり入れすぎてもいけんだろうしね。これ絶対触っちゃダメなやつね、うん、触ったらめちゃめちゃ熱いって。約束だよな。触らないよ。嘘ついてる。通るときもできればこっちから通ってみた方がいいかも。そうね、危ないけんね、うん、こっから煙出るの？煙が出るから向こうに。
できるかな、燃えるかな、ほら見てごらん。じゃあ外で見てみたいじゃん、煙、そうする、見てしてる。あとね、みんなでお約束で、まずここは暑いよね。あとこの煙突も熱くなるけどね、煙突も触っちゃダメ。ちょっとだけ開けとこうか、これぐらい開けとったら大丈夫よ。そこがいい？寒くないよね。母ちゃんそこの話聞こうかと思った。The Jungle。ああ、分かった。The Jungle。あ、The Jungle。なんでそれストーブ消す？消す消す。よかった。もしかしたら匂いもあれなんかはね。あのこの本体あるじゃん、この本体がなんか塗装とかしちゃってそれが燃える匂いなんかもね。最初だけかね、最初だけかもしれん。暑い、俺のところ嘘、暑い ね、 ね、あ、ちなみにね360度カメラ、おお、よし、ちょっと360度カメラって知ってるの。撮りたい、あ、撮りたい、うん、じゃあ後でやろうか。ちなみにね、僕ここ座れるけね、ここ、うん、ここ座ってもいい。ベッドの下多分相当入るよ、荷物。すごい。ママ、座りさ。何の上行ったの？カーチも知ってる？知らん。カーチじゃない。なんか匂いがもうなくなった。なくなった。いやいやいや、カーチゃん。こことかすごい熱いってな。じゃあもう料理できるぐらい？料理できるぐらいもうちょっとそれ熱くなるかな。どこでそこ暖かい？すげえな、暑い。よし、今日は今からご飯を作ります。カイタもあそこのね、父ちゃんの手袋取ってくれる？そこ暑くない？暑くない、でもぬくいよ。ぬくいよね、暑い。肌肌がんぼやったら寒いやろ。肌がんぼはできるよ。カイチやってみそうに肌がんぼやったもっともさ、肌かんぼになったらいいじゃん。母ちゃんからめいめい、服にもね、めいめい、ゆっくりこれならいいね。うん、これならいい。たこ焼き君、映れん。あ、映れんねえ、なんで同じなんで同じ向きに顔やる。ごめんごめん、ごめんごめん、わからんかったよ。白菜がある。じゃがいも、でも考えたら、やらんでもいいかも。いや、やめたってもいい？どっちもいいよ。あ、私はどっちでもいいよ。なんか、抜くのめんどくさくない？まあ、そうだね。ねえ。奥にいる女子ね。この中にいろいろ入ってます。わあ。動画で見たよ。動画で見た、これ。動画で拝見しました。これね。はい。いろいろ入ってるやつですね。近くの人よ。近くの人に知らない人よ。知らない人がマジカルバナナ言っとったんで。マジカルバナナ、バナナと言ったら美味しいと言ったら唐揚げ、唐揚げと言ったら、唐揚げと言ったら、はい、揚げ揚げ。いろんなところにバーって。これ何？コンソメだね。味付け。俺の種がなんだよ。ひまわりの種が。まずはこれができるの。よし、じゃあこっから行きますよ。生クリームって。生クリームそこの上に。牛乳行きます。生クリームって。1対1ぐらいなんかな。うん、これキャラメルちょっと大好きなやつじゃない？そうだね。キャラメルちゃんのミルクスープ的な。ミルクスープ。そうじゃん。それなんで。あと誰かスプーンでこれ入れる人。はーい。
なんでたこ焼き作るけど、ミミィちゃんとかさ、あれ、言ってない。そうだ、今日まだ言ってないね。言いたい。皆さんこんにちは、お久しぶりのキャラメルちゃんとお久しぶりのミミィちゃんです。お久しぶりのたこ焼きくん。ちょっとこの端っこの方に入れていこうか。端っこ、うん、なんでチョコレートがありますか。後のね、お楽しみ。そうそう、ズボラすぎる。全部固まってる、やば。溶けると思うけどね。取りたい。でも行っちゃおう。行っちゃおうぜ。食べれる、食べれる、食べれる。こんなにみんな描いて、描いたのよく顔。ミミィちゃんね。ミミィちゃんね。たこ焼きくんの顔。おいで。父ちゃんの顔。いや違う、シーマンの顔よ。よろしく頼む。なんて言った？え？チャンネル登録よろしく頼むって言った。そうだ、キャラメルちゃんの大好きなあれが置いてあるの。スロッコちゃん。これね、いつもの定番のね。お寿司でー、盛り合わせ、597円。597円。チャンネル登録、高評価。醤油がないんだろう。ベルマークも落ちて、よろしく頼む。醤油ね、56,000なんとかでーす。56,000。生クリーム、これどうやんわ。がっつり入ります。そう、やばいです。よかったね、なんか本当に切る。今切るところ取っとけばよかったな。あ、白っこちゃん、取る。見て見てこれ。あ、でも普通にもう一個違うとこ切ったら、あ、どうせ切る系ちょっと細く切ったらいいんじゃない。あー、そうかそうか。ゆかちゃんどうやって戻した。こうやってくっつけたらね、あたかも一枚に見えるじゃん。あー、うん、ありがとう。あとこっちを渡しとこう、ね、あとひっくり返してやってもらおう。普通の焚き火料理だとね、焚き火って今こうやってハゼおるじゃん。で注意しながらやらねえけんけど、これはここにはハゼてこうもん、ね、そうだね、中で言うだけよね。ねえ、パパ、外行っていい？外行こう。片足や、片靴下やけど、ね、遠く行かんでよ、うん、ね。じゃあステーキをやってる間に今度はこっちです。お鍋仕上げでチーズいきますよ。チーズやりたい。チーズいいよ、チーズかけて。うん、パチもやる。いいよ、いいよ。いろんなところ、うん、こんなもんかな。こんなもん。もちろん欲しいよね。こっちなんかないよ。うん。多分仕上げで父ちゃんがめっちゃ入れると思うわ。そうよ。ね。まだって。いやでも入れた方が美味しいね。ね、多分入れた方が美味しいと思う。もうちょっとって言っとるのに。これで終わるかと思いきや。バター砂糖パン。カモンベールチーズ。バター砂糖パンじゃなくて。そう、じゃんけんでかかってこいや。もうダメ。なんでよ。もうダメ。なんで？なんでよ。なんで？理由は？もう負けたくない。なんで？最初はグーじゃんけんぽい。甘い甘いやつ。これを持って、この真ん中の辺に入れよう。ここ？うん。うおー。あ、のビールのやつ。入った。のビール。ねえねえ、いちご
ズル君たちね、今寝てるんだからね。え、寝てるのに喋っとるの。今寝れんかって書いてある。ちょっとここにサプ入れてくれる。食べたいな。映え写真とか。じゃあもんちゃんも映え写真撮っとこう。バイバイ。そうめっちゃ。母ちゃんも撮っちゃろうか。映え写真って。映えって映えるってこと。映えるって。きれいな感じってこと。ちなみに、タルタルソースとナイフとかってあったりする？ソースソースはね、はね、ソースケはそうかと。フォークとナイフは。母ちゃんやろうか。さっき言ったら、匂いが気にならんくなったね。で、多分、やっぱ最初のやつだったんだよね。最初の匂いっていうか、はいはい、これ取って。もう、それは臭いのなくなったな。ねえ。めっちゃ美味しいけど、お肉。父ちゃんスプーンとフォークは？あ、そこの中入ってないかね。ここ？うん。この椅子の中？そう椅子の中入ってない。これなんかいつもの醤油と違うね。違う？なんか色が違うっていうか。魚屋さんちの醤油だな、それは。あ、いつも食べてるやつ。ある。うん、お、この中もう20度超えとるわ。うん。すげえ。うん、え、どこで分かったの？温度計があるけね。20度。やば。これは美味しいぞ。うん、隣の人めっちゃ薄いね。大丈夫、あれぐらいだったら。今日6時やる。今日土曜日じゃ、あ、そう土曜日らしい。あの人も6時って言う。6時らしい。食べてみたい。何目？うん、お前食べれるか。どれ食べてみたい？刺身を食べてみる。うん、初めてのお刺身なんだよ。うん、お刺身食べた今。うん、あ、そう、美味しい。あ、うん、よかった美味しい。もんちゃんも超うまいチーズあげる。本当に超うまい。超うまい。ビールのやつ。そう、超うまくて溶けてるチーズのビール、はい、ありがとう。これはもしやうまチーズ。誰もないました。違うよ。え？お、早くも美味しい給食みたいなことしようです。ほんまね。誰が？もういいよ。めっちゃ先生。もんちゃん先生。好きだもんね、みんな。そうよ、おいしい昼食は面白いんやて。ね、あいて。よっしゃ、この中にマカロニ入れますよ。ちょっと中身はブサイクボスベイビー。ちょっと中身はさ、ボスベイビー。ちょっと中身はもうちょい入れんかな。変態王者さん、ボスベイビー。きもきもだくん。あや、ちょっとそれ遅く言っとるてじゃん。で、遅く言っても早く言っても7文字ってこと。あったかい。あったかい。うん、え、うまく。あったかい。あ、全然違う、やっぱ違う。じゃあ手洗いに行こう。あ、手洗いに行こう。え、上着てき、上寒いよ、思ったより寒いと思うよ。どうぞ、上着。あれ、いらんかったかな。ありがとう。父ちゃん、いかがだった？これ食べていい？あ、いいよ、食べなさい。マカロニもう食べれるよ、これ。キムキムだと？キムキムだと食べれる。食べるよ。はい、食べる人。キムキムだ。はい、どうですか？食べる。キムキムだけど食べる。マカロニ。いや、俺キムキムだけど食べる。ちょっと入れてごらん。父ちゃん？ん？寝るときどうやって寝るん？テーブルを置くよね。うん。うん、テーブルを片付けするって。あ、朝ごはんにまたこれと同じようにする。うん、え、大変じゃん。でも朝ごはんやるときはもうこの寝るやつどけとっていいから、うん、楽じゃない。いや、1000円くらい。そんなことはなく、よろしく頼むぜ。いや、しかし薪ストーブは本当は思った以上にあったかいね。ね、想像以上にあったかい。想像以上にあったかいよ。今どんなじゃなっとる？そこを見てもらう。23度。
高いの。23度だって。え、当たった、やば。え、そうなの？あ、ちょっと見せて。やば、当たった。やば。貸して。当たったらやば。19度。全然違うじゃん。これでも今回初めてこのテント使ったじゃん。うん。で、なんかあの、薪ストーブがこの位置にあって、どういう感じの配置になるかっていうのがわからんかったけど、うんうんうん、何回かやったら多分上手に使えるようになるんだろうな。そうだね。うん。絶対そっちの酸っぱいやつ入れてほしい。どっち？さえちゃん。酸っぱいの出たら、酸っぱいの出てなくても酸っぱいの出たふりしようかって。動画のためにって言ってる。あらあら。演出は分かってるけど。お前なかなか YouTube の、YouTube ってのしてる。一斉ので。食べさ。一斉食べると。ずる。一斉ので。誰が我慢しとるんだ。うん。うん。すごい、すごい、酸っぱくなかった人。これ。酸っぱい人。我慢して嘘ついてるぞ、これは。こいつだな。こいつだな。これもう一個あれば。じゃあ誰が一番噛んで、噛んでおるか。あ、もしかして。かいちゃん。酸っぱかった人。ああ、そっか。わからんかった。酸っぱかった、めっちゃ酸っぱい。美味しいんだけどさ、出てしまった。ただのソーダの飯。ちょっと恥ずかしがっとるわ。本当にやろうか。筋肉ばっちり流せる。いや映ってないやんそこ。無理でゲームを覚えたらどん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 してるのよ。どん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 。まず一号くん。はい、一号くん、昔からおる一号くん。次は四号くん。四号くん、昔からおる4号くん。そうですね。次は0号くん。あれ、トンタンくんがいない。おるよ、まちゃん。中におらん。どこ行った、トン。どこ行った、トンタンくん。ジンベエザメトンカツくんのミニバージョン。こんにちは、こんにちは。次はたこ焼きくんが大好きなジンベエザメトンカツくん。シロコちゃん、クロマンくんだった。あ、後でまたやってみよう。おった、トントン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 。鼻からトントン見えたぞ。お別れ、トントンくん。トントンくんは消しゴムくんよね。おい、消しゴムじゃない。後で覚えてた。クソ、クソ、クソ。おろだって、なに。ゆいちゃん話したって言ったらな、私ベンチ話してない。俺はそこの前の人と話してる。あ、そうか。なんか賑やかですいませんねって言われたけど、あ、いや、まあ別に、うちもうるさいかもしれんけって言ってた。あ、それそれそれ、ありがとう。母ちゃん、母ちゃん、ね、足が足が。母ちゃん最近ね、100均で買いましたよ。メモリのチャンネルがねーだよー。ユンジハムスター、ステーキ食べたお皿ちょうだい。入れてんよね。うん。あとお皿、他にもあったらちょうだい。これも、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 これ
ないと。これめっちゃ良くない？その残飯処理というか。そうだね。そのまま入れられるけね。はい。あれ。もうあの魚釣りとかしてこれ海に沈めるやつやけ。あったかい。あ、やっぱあったかい？あったかい。これね、見よったらね、面白いのがね。今。わかる？燃え始めたの。空気が入ってるけ燃え始めたんよ。で、例えばこれ入れるじゃん。よし、入れて、こっちも入れて、これ閉めます。火は落ち着いてるよね、ある程度。これをね、空気を入れるんよ。そうすると、わあ、すぐバーってなったね。ね、一気に来る。なんで一気に調節する感じなんじゃん。そうそう、で、なんて言うんだろう、これ空気をバッて入れると、うん、勢いよく燃えるんだけど、空気を締めると、なんて言うのかな、このゆらゆら燃える感じにね、変わるんだな、これが。じゃあマックスにして、父ちゃん。マックス調節できるんだね。そうそう。父ちゃんお願いやってマックスしてね。はめが上手かな。ね、なんでもちょっと知ったん？だってあれなの、あれなのよ。あれじゃんもんね。どう？暗くて見えん。あ、出た。出たやろ。うん。え、ぶちょ見てみよう。煙出たよ。爪でかこ。よっしゃ、ついに煙で出たぞ。あ、ここの方がマシや。ここの方がマシや。でもテントの中でご飯食べれるっていいね。そうね、いつも外だったもんね、寒い中で。ね、DOD とかだと特にそうだし。そうね。決勝もなんだかんだ寒かったもんね。いや、寒かった。やっぱ薪ストーブあると全然違うの、ね。全然違うっていうか、もう暑いけ、全く別世界になるね、これは。うん。でも DOD より広いね。やっぱり煙がいいですね。広いよね。1メートルぐらい違うけ。うん。今日は5人で寝れるよ。はい、チーム。母ちゃん一番。まあ、ほこりはほこりと寝る気まだいる。あったか。やっぱり煙はいいもの。20度や、今。煙はいいもの。なかなか、あれじゃねえ、言うねえ。うわ、恥ずかしい。これ。とか見るかもしれない。いや、これや。使ってるいいだけ。じゃあ俺はこう仕上がってやろうじゃない。今まで。俺どうぞ。スラム。途中まで開けたよか。勝てなこいつ。いい道場やな。何すんだ。いい道場してんじゃねえかこいつ。勝った気分。寝かして。貸して。お前絶対行けないやろ。早く開けてくれ。開けてもらう。どうじゃ、もんちゃん開けていい？いいよ。あれ、これ見たことないやつじゃん。え、これ何？いや、これもんちゃん、あ、これキャラメルちゃん持っとるよ。持っとる？うん、多分。ちょっと待って。別にそうっす。ストップ。わ、かわいいやつが出ました。かわいいですよね、なんか。キャラメルは出よう。絶対かわいいです。キャラメルは風呂敷はね、なんか青色ですね。かぶったということで、トカゲ様。トカゲ様。まぶい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 。おー、かわいいのが出ました。はい、ありがとう。何が出た？やめろ、小僧。小僧やめろ。小僧じゃないし、お前の方が小僧やし。お前の方やし。シュッシュ、お前の方がいい動きをしてるし、
今までのタネがねえんだ。なんで11なあ、かわいい。あ、ほんまやかわいい。目かゆ。はい、じゃあそれをこれを入れていきます。はい、入れてあげてください。かいちゃん、こん中やろ。うん、全部入れる。父ちゃん全部入れる。ほこり入れてみるわ。ほこり入れてみるわ。おいしそう、めっちゃやばい。よし、取るか。もし父ちゃん出てたよ。あ、やばい。キャラメル版が入れたらできます。キャラメル、うん、キャラメルやろう。キャラメルやろう。混ぜるとでもないよ。じゃあこれちょっと入れてあげてくれる。父ちゃん混ぜたい、マジで。混ぜる。じゃあこの箸の後ろ側。何最大50度って欲しい。それ50度はなんかもったいない気がする。あ、私、あ、いやいや、入れていい、入れていい。父ちゃんの、父ちゃん違うやつがあるって。大人用のやつがあって。ママはママも同じやつがあって。じゃあ、開けます。はい、 2個目です。よし、これもやっぱあっても広いけよね。そうだね、持てるもんね。ねえ、天井が当たらん。さあ、じゃあヒルストーンさんからですね、ご提供いただいた寝袋、寝袋ちょっとね、開けてみましょうか。お願いします。これは封筒型の方かな。あ、封筒型だね、これは。ちょっとこれでしばらく置いとこうか。多分ね、空気を含んで。うん。確かね、足が出せる。足が出せとった。チャックがあって。そう。チャックがあって足が出せて、うん、で、なおかつね、手も出せるはず、確か。あ、横はね、まあ開くようになっとるんだけど、それ以外に多分手が出せるところがあるんですよ。そうなの。どうじゃろう。あ、わかった、ここじゃ。つまりね、これはどういうことができるかっていうと、うん、いわゆるね、着る寝袋みたいな使い方ができる。でも手、こんなじゃない。あ、一回ちょっとやってみてよ。で、足を出します。手も出します。足は出た。はい、で手も出します。あ、中からチャックがあるわ。ねえ、でもちょっとバブちゃんみたいな。そうでもない。中から開けられるんだ。それ中にチャックがあるね。へえ。チャックがあって、ほら。で、じゃあそれで一回立ってみようか。ちょっとなんか恥ずかしいもんじゃないかって。で、ちゃんと上の方まで、あ、行こう行こう。来たら、上まで来て、手を出すと、あ、こういうこと？そう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 、手だけじゃなくて、手だけじゃなくて、肩まで行くってことよね。肩まで行く。肩まで行くと、こういうミノムシみたいなね。ちょっと恥ずかしくないこれ。いや、あったかいのに恥ずかしいも何もないんですよ。そうそうそう。でも後ろはこうやって、あ、でけ、多分一回閉めてからね、やるのがいいんじゃないかな。こういうこと。あ、そう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 。これで、じゃあ足はどうなっとるかっていうと、足はこう、そう、そんな感じになる。いや、そんな小刻みな動きは別にユリアンみたいな。ユリアンレトリバーみたいなね。どんな感じ。あの吉本のあのなんか問題があった時のね。あ、でもいいじゃん、これ。なんか焚き火しとるけか、熱くない。いや、これはね、あの正直ね、この薪ストーブ使いながらは絶対熱すぎると思う。熱かった。はい、ありがとうございます。じゃあこれをね、今日は子供たちに使ってもらって、ね、寝てもらおうかなと思います。
で、たこ焼きくんが青たこ焼きがたこ焼きくんが青にしようか。すげえアナコンダに飲み込まれるような感じでしまやってゲームしとんやって。ちょっと待って、ごめんね、暇になってしまってね。いいね。ねえ、これもじゃあちょっと空気含ましとこうか。そうね、置いといたら空気が含むと思う。位置をちょっとずつ修正すればもっと過ごしやすいやり方ってのが多分あるんだと思うんだけど、初めて使うけまあしょうがないかな。分からんもんね。テーブルも最初はこの位置じゃなかったけど、最終的にこの位置にテーブル片付けたら一番収まりが良かったもんね。っていうのもやってみんとね。広さが伝わりづらいけど、明日ちょっと一回。でも立てるっていうのは大きくない？あのいつもテントでこうやってかがんでこう移動しちゃってた。だけどこうやって普通に何だろうな、立てるもんね。手を伸ばしてください、はい、一番上タウ届く？届いてないよね全然。わかんない。ねえ、ライトも届かんし、かけるところがね。まあ、ライト届かんってのは結構あれじゃね、旦那さんにやってもらったらいいか。そうね。だけどまあその辺は女の人がやるとちょっと届かん問題があるかもね。かけれるの？薪ストーブあったかいとか聞いとったけど、まあ、ストーブと同じぐらいなんだろうなと思ったけど、もうストーブとか比較にならんかもしれない、これ。ストーブがどんな、実際にあの佐田さんとあの福さんと一緒にやって、そのストーブのキャンプとも何回もやったけど、そう考えると、このね、薪ストーブあるじゃん、これ大体2万円以下ぐらいなんよ。あ、そうなん。2万円以下ぐらいでこれが楽しめるんだったら、これはええよね。あと、なんかこの、この辺からこうなんか、なんつうんだろうな、こう逆流とかしたりするんかなとか思って、よったよ。安いやつだけ。でもそんなことも全然ないし。これちなみに組み立て簡単だった？難しかった？いやいや、めちゃめちゃ簡単だった。そうな。穴も開いとってよかった。そう。あ、そうそうね。あの、このヒルストーンっていうところの、テントを買えば、そもそも穴が開いとるけ、穴開ける必要もないし。で、今んとこね、溶けてないよね。あそこも焼けるんだよね。いや、まあ、そういう作りなんだろうけど。そうそう、一応ね、耐熱素材なんだけど、焼けるかなと思ったけど全然焼けてないもん ね。溶けてもないし。ちょっと心配になったけど大丈夫だったね。そうそう、いや俺も心配だったけど、なるべく触らんようにと思ったけど、がっつり触ってるけど全然問題ない、ね、大丈夫だね。いや、家より抜くいよねこれ。家よりぬくい。今日日エアコンなんつったってそんなにすげえぬくないもんね。ぬくくないもんね。朝の散歩行ってみようか。どこ行ってみたい？どこでもいい。前どこ行ったっけ？この下の方は降りてみる？降りれるかな。前この下行ったんじゃない？撮影やってた時。そうじゃ。行ってみる？なんでお茶が出てある？お茶。お前じゃなんでかね。お茶が好きな人がおるんかな。あ、白子様。はい、どうぞ。いただきます。熱いので気をつけてね。美味しそう、めっちゃ。タコおる。食べるか。美味しいよ。食べたら美味しい。でもラーメン美味しいから。美味しいですかみんな。うん。久しぶりなんじゃないか、カップラーメン食べたの。うん。ね、久しぶりだね。うまい。美味しい。うん。みんなも美味
うまい。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 あ、でこれをね、こうなんつうんだろう。ギュッとしたら、うん、結構ちっちゃくなるで、はい、最初の時みたいな。そう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 、最初すげえちっちゃかったじゃん。ちっちゃかった。あれ空気が抜けとるで。おい。丸っ。あ、これを短くする。短くか長くする。さあそれではね、コットの分解なんですけども、分解もね簡単です。このボタンを押すと。押せばこういう風に外れるんで、こうやっていきますね。ここにボタンがあるんですが、これを押すとロックが解除されます。今回はね、このヒルストーンの、テント、ワンポールテントですね、ベルテントのようなものをね、ご提供いただいて使ってみましたけども、こういうね、長いポール、コットのような長いポールも、やっぱ作業としてやりやすいですね。テントが広いので、かなり快適に作業を進めることができると思います。居住性もね、十分良かったですし、居住性以外のところですよね。こういうなんか作業とかするときに作業しやすいかっていうのは、結構、ね、大事なポイントだったりすると思うので。でね、このねコットのバッグなんですけど、これねいいなと思うのが、よくありがちなねキツキツのやつあるじゃないですか。キツキツのやつじゃないんですよね。ちょっと余裕があるので、こういうふうに、収納するのもかなり楽です。もしかしたらね、この煙突のところにダメージがあるのかなと思ったけど、ああ、ないね。全然ないね。黒くもなくない。今ちょっとすすがあったかなっていうぐらい。そうね。一回で黒になるかなと思ったけど。ねえ、俺も真っ暗、真っ暗とか真っ黒になるんじゃないかなと思ったけど。ねえ。そして結露もなかったね。そんななかったね。うん。すぐ乾くぐらいの結露だった。よかった。よかった。